は受けるってことですね。4つは受けますね。大きいところを受けて、はい、その下はどうします？下はとか言っていいのかな、わかんないですけど。下はまあまあ、だからそこの下で修行して入る人がやっぱ多いことは多いんで。下ってどこで、どことか言っちゃっていいのかな。なんか、はい、あーなるほどなるほど言うのかな。いや、そうですね、そこもうそうです。でもどちらかというと、まあ、なんかその本当に大手に一つ、まあ、とりあえずあの入りたいっていう目標はあって、こだわりがあるんですね。そうですね、でやっぱそれがあってこそ、やっぱ予備校講師っていう箔がつくじゃないですけど、うん、でも、ま、名前出せないから真ん中もでも受けといた方が履歴書に、まあ、そうですね、あれないでやって、あのもし書類で通んなかったら、まあ、そうそう、そういうのもありますよね。書類がありますからね、最初ね、書類審査、書類、まあ、大手 の、 あの、ね、受けるやつに関してはね、あの日枝さんと喋りましたからね彼、そうですね、相当受けてますね、はい、いっぱいお話聞いてますか。あ、こういう感じなんだ、うん、だから、そっか、何も書いてないで大丈夫なのかな、分かんないですけど、まあ、だ年齢の面とかっていう、女性のであるとかっていうのではかなりそこは他と違って輝く書類になると思います。分かんないです、経験を重視するのかどうか分かんないんで、4技能とかになったら別に、どうなんですか、その塾とか予備校の経験とかって別に大丈夫だと思うんですけど、どうなっていくんでしょうね、全然分かんないですまあちょっと採用の方に入ったことはない採用される側なんで、そんな感じで、まあ、ちょっとチャレンジしていかないとなと思いますけど、うんうん、他に何かチャレンジすることが、他にチャレンジすること、そうだな、やっぱり、自分自身の勉強も、まあ、なんか今ずっとお仕事の話してたんですけど、やっぱり、いや本当シビアな話、もう若くなくなったら頭脳しか、あの頭脳だけで本当にもう実力だけでやっていかなきゃいけない、これからずっと、でそうなってくると、やっぱ今のうちにいっぱい勉強しておかないと、なんかスカスカになってしまいそうな気がして、まあそうですね、どこまで話していいのかな、まあ、あのお願いします。昔だったら別にスカスカでもね、いくらでも売れることは可能でしたけどね、でもやっぱり今の時代ってそうはいかないですからね、いやなかなか難しいと思います。なんか絶対昔よりも教える力とかも英語力とかもすごい先生たちがいっぱいいると思うんですよ、まあ、どんな時代もどんなところでもそうですけど、時代が経てば経つほどこう上がっていくはずなんで、でも枠が小さいせいでその人たちが入れないですからね今。そうですよね、でも圧倒的にちょっと英語力をつけていかないとやっぱいけないので、お仕事ももちろん頑張りたいんですけど、ちょっと自分の時間を作って自分の勉強に割いていきたいなと思いますね、うん、でも純ジャパを守る感じですか。いや守りたいです。留学はせずに、留学はしないですね。しちゃったら純ジャパじゃないですか。そうなんですよ、やっぱりこうなんですかね、大学入った時もやっぱ帰国子女の子とか、まあ、ホームステイしてたよとかっていうことが多いので、そうするとなんか努力でどうにか賄えないかなっていう気持ちが結構多くて、なるほど、でなんかどちらかというとそんな地頭もおそらく良くないですよでなんかだからこそなんかいろんな勉強法を試して、あこれ良かったな、あこれ微妙だったなっていうのが自分の中で蓄積していくので、それをこう活かせる仕事、なるほど、なのでそれをこれからも生かしていくためにはちょっと海外行けないんでそれをもう何かしら自分は国内でなんとかしたみたいに、そうです、なんとか国内だけで、まあいっぱいいますけどね、そういう風に歌ってる、ね、歌ってる人とかそれでまあ本書いたりとかっていう人もいますからね。そうですよね、なるほど、まあ、一つの理由にはなるのかなという、なるほど、自分で売っていく、今後売っていくわけですけど、どうなんですか、ね、YouTube とかやればいいのにと思いますけど、ね、YouTube は YouTube は若いですからね。 YouTube やってみなよって結構いろんな人から、やっぱり来ると思いますよ、もう若い時いっぱい来ましたもん、そうですね、
若いです、まあ、もういっぱい来ましたけど全部断ってそうですね、はい、でまあちょっとすごいやってみたい気持ちはあるんですけど、大手予備校を受かってからだとちょっとなんか YouTube でやるっていう感じではないですけど、でもこれからやれればいいなと思いますね。まああとはどんなのが出てくるか分かんないですかね。いつ YouTube の時代が過ぎ去り、そうですよね、新たなものがやってくるか分かんないですけど、ピークというかそうですね、ここからもっと上に行くのか下がっていくのかも分かんないですからね。そうですね、でも結構いろいろな方がやってらっしゃいますもんね。本当にだから結構まあ出尽くしてる感はあるので、出る幕はまあもうないかなと思ったりもするんですけど、どうですか？さあさあ、わかりません。YouTuber ね、まあ、だからまだあんま枠ないだろうなと思って、そんななんかすごい、そうですね、予備校プラストイック業界両方やってる人でやってる人はいないなと思ったから、うん、そうでしょ。森哲さんの場合は森哲さんというブランドがありつつ、うん、今やってらっしゃるので成立してんですかね。してますよね。まだまだ王を沙王というか、いろんなもうとにかくいろんなの試してみますけど、どれが当たるのかな、どれをみんな見たいのかな、分からんぞって。でもなんか私の知り合いとかも、森哲さんの動画すごいとかって言ってました。よかったどの動画なんだろうなんか英単語の実況英検のやつですね。あ、そうですそうですそうです。もう昨日じゃないですか、それ。昨日のやつすごいあれですね、はいはい、まあ、よかったです。それありがとうございますって言っておいてください。分かりました。他何かありますか？こう、まあ、まだフリーランスなんて本当に間もなくて、もう駆け出しの状態なんですけど、とりあえず若いうちはもう何でも行動してみることが大事だなって思いました。ね、まあ、見てる人もそうですね、若い人が多いと思います。あの若くない方こうやってやらないとですね、あのボタンも低評価を押さないでください。そうですね、やれるうちに。そうですね、なんかまあ結局今いろいろあって、まあなんかやっぱ正社員辞めるのって怖いんですよ。あ、そうですね、もう入ったことも辞めたこともないですけど、はい、いやもう本当にヒエルさんの動画見て、そうまあなんかまあ正社員のね、いろいろな、まあ、ところもあるんですけど、でもやっぱりこうフリーランスってなると、さっきおっしゃってたようにあまりこう安定しないというか、うん、そうですね、うん、でもやった方が絶対に後悔しないと思います。もう本当にお呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます先生。ぜひチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.